武田塾に入会金無料で1ヶ月通える冬だけ武田がスタートしました。高校1年生は今すぐ受験の準備を始めよう。受験生向けの駆け込み武田も受付中。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾教務英語科の伊関です。伊関先生、お久しぶりですね、はい。いや久しぶりですね。偏差値31から、はい、明治大学に合格して、その後トイック満点、英検1級の、今はなんと武田塾イングリッシュを立ち上げて、はい、武田塾イングリッシュの CEO でしたっけ。そうですね。で武田塾イングリッシュチャンネルも始めて、はい、でチャンネル登録者数1万人を突破してっていう。いや超えましたね。ちょっと武田塾チャンネルの失礼ですけど、ちょっとサブキャラだった伊関先生がぐおーっと、ね、逆転合格をして、さらに逆転人生までしてましたね、はい、今日はどんなテーマを話してくれるんですか。英語の試験、なんかまあ皆さん時間が足りないって嘆いてる人は結構多いなと思いまして、あ、ね、はい、まあ、共通テストまであと数日ってところまで来てるので、うん、まあ、共通テストにも役立ちますし、特に次第ですかね、はい、早慶 G マーチカンカン同率、時間足りないよみたいな人がねめちゃめちゃいると思うんで、はい、どうしたらいいですか。まあ、一応 TOEIC 990点、英検1級とか持ったりしてるんですけど、はいはい、センター試験とか共通テストはどうなんだと思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、はいはいはい、まあ、僕だいたい30分ぐらいセンター試験時間余って満点、そして共通テストもまあだいたい20分ぐらい余って満点以外取ることができないような体になってるんですけども、やっぱりがむしゃらに問題を解いて英語長文の読解スピード上げようとか、ひたすらなんか無心で音読したり、ひたすらシャドーイングしてる人多いと思うんですよ。それじゃ伸びないんですよね。同じ勉強法でやり続けていてもおそらく早くなることってないと思うので、具体的な3ステップ考えてきたんで、ちょっと紹介させてもらえればなと思います。ステップ1なんですけども、まあ、どうして時間が足りないのかっていうのをちゃんと分析してほしいんですよね。原因がわからないと解決することはできないんで、これをちゃんと時間取ってやってほしいです。どんなところで時間食っちゃってる人が多いですか。設問を読まずに解き始めちゃってるから、はいはいはい、どこを読んだらいいのかわからない状態になってたりとか、はいはい、単語熟語文法の基礎が抜けてるのにそれを無視して過去問演習に入っちゃってる。わかんない単語多すぎて読むのが遅いみたいな、いろんな原因が考えられると思うので、はいはい、1回本当にちゃんと分析するためにまず時間制限なしにして過去問に取り組むっていうのをやってみてほしいんですよね。全体で時間を測る人多いんですけど、はいはい、もう大問単位で何分かかってるのかっていうのをメモしながら解いてもらいたいと思ってます。じゃあなんか早稲田商学部の過去問解きます、だ第3問で30分もかかってんじゃんみたいな、うんうんうん、そういうことも分かるわけですね。この大問で特に時間かかったなとか、そうですね、そうですね、この段落特に読むのかかってるなみたいな、はい、まずそれをやってほしいっていうことと、はい、時間かけたら取れるのかどうかの確認のためも込めて時間無制限でやってるんですよね。問題解きながら構文解釈ができないなとか、うん、意味が分からないなっていう文章があった場合にはそれを後から見返せるように、まあ、文章の最初のところになんか星マークだったりとか、うんうんうん、チェックマークとか自分でマークを決めてつけておいてもらいたいんですよね、うんうんうん、分からない英単語出てきたり、うん、熟語が出てきた時も同じようにチェックマークをつけておいておくといいかなと思います。それが復習に役立つってことですね。そうですね、そこから具体的に分析していく。なるほどなるほど。じゃあまずみんな なんとなく時間足りねえよって感じですけど、一、うん、回ちゃんと時間無制限でタイムも測りながらどこで時間かかってるのか、ね、何でつまずいてるのかを全部明らかにするみたいな作業が必要だと。でその後どうしていきましょうか。次に理想ペースだったらその大問を何分で解かなきゃいけないのかっていうのを元に、じゃあなんでその時間で解けてないのかっていうのを考えていてほしいですよ、うん、じゃあ20分で解いたけども実際15分で解かなきゃいけなかったなってなった時に、単純に読むスピードが遅いのか、スラスラ読めるのに問題解答に時間がかかっているのか、あとさっき言ったように構文解釈だったり単語熟語文法の知識が不足しているのかみたいなところを確認してもらいたいんですよね。まあ、基礎知識の不足はまあ論外っちゃ論外ですし、うん、まあ、読むのが遅い人はまあさっき言ったようにシャドーイングとか音読とかで強化してほしいですし、そうですね、そうですね、解くのに時間かかってる人はどうしたらいいですか。どういうふうに解いたら早く解けたかっていう観点でもう一回見直してほしいんです。全文を読む必要ってないと思うんですよ、うん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 、どこを読めてたらその問題の回答を選ぶことができたのかっていうのを回答回数を見ながら照らし合わせて、こういうふうに読んだらいいなっていうその解き方を次に活かせるようにインプットしてほしいんですよね。なるほど。コアとなる部分を、まあ、見抜く力みたいなところが大事になってくるということですね、はい、そうですね。おすすめの勉強法としては、まあ、選択肢の切り方を磨くために、はい、丸三角×をつけて勉強してみるっていう方法がありますね。四択の問題だったらどんな感じで考えていったらいいですか、はい、ちゃんと選択肢3つ間違ってる理由が分かって正解が選べたら丸、はい、曖昧な理由とか、はいはいはい、ちょっと全部切り切れなかったけど正解しちゃった場合三角、うんうんうん、
で、まあ、間違えたらシンプルに×っていう感じですね、うんうんうん、その4つの選択肢のうちあここ違うじゃんってなったらもう×ってつけて、はい、これ合ってるじゃんってなったら丸ってつけて、うん、でちょっとどっちとも言えない合ってるとも間違ってるとも言えないやつは三角にしとくみたいな。そうですね、そうですね。じゃあその三角のやつを素早く切ることができたりとか正解って選べたら得スピードがもっと上がるのにみたいな、うん、そういうことですね。ことですね。なるほど、なるほど、はい、選択肢をもっと吟味しようみたいなことですね。解き直しとかをしない生徒がすごい多いんで、あ、はいはいはい、まあ、長文だからといって解き直ししないってするんじゃなくて、うん、その問題だけでも解き直しした方がいいと思います、うんうんうん、なるほどですね、はい、最後に一番おすすめしたい勉強法が、はい、コーチトレーニング勉強法ですね。お、はい、これ結構武田チャンネルでも最近話してて、そうですね、はい、まあ、皆さんがもう話されてるんで手短に言うとマイナス10分にして過去問を解くということですね。なるほどね、はい、時間を縮めてやれば本来の試験時間だったら余裕を持って解けるから、そうですね、読みやすくなるんじゃないかと思いますね、はい、というわけで伊勢先生が登場してくれて、マーチカンカン同率とか総計とか目指してる人はもう今から過去問演習するときにちゃんとまず分析をしましょうと、どこで時間かかっちゃってるのかと、まあ、読む方なのか解く方なのか基礎力にそもそも問題があるのか、それに合わせて対策が変わってきますよというお話でした。でそんな伊勢先生から最後に告知があると思うんですけど、はい、武田塾イングリッシュという、はい、英会話スクールがですね、うん、始まっていますので、まあ、大学生とかで TOEIC 高得点取りたいとか TOEFL 取って留学したいとかそういう人向けですか。そうですね、もう完全に英会話スクールっていう感じで、うん、まあ、大学受験に関することではないので、はいはいはい、皆さん大学に合格してからですね、はい、ぜひ興味のある方はチャンネル登録していただいたり、実際スクールの方に来ていただくと無料でカウンセリングを受けることができますので、そちらも、まあ、もしよかったらチェックしてみてください。ぜひ志望校を受かって武田塾イングリッシュチャンネルチャンネル登録して武田塾イングリッシュ実際行ってみてください。今回は以上です。武田塾では正社員を募集しています。若者の夢を応援したい熱い方お待ちしております。詳細は概要欄から。